河田直也は毎日放送所属のアナウンサーである。同局のアナウンサー室では主事などの役職を経て2021年の時点でアナウンス部次長を務めている。兵庫県神戸市の出身で血液型は B 型。カナダケベック州のインターナショナルスクールを経て立命館大学政策科学部へ進学。大学時代には一時ラグビーの同好会に所属していた。 大学卒業後の1999年に松川博子と共にアナウンサーとして毎日放送へ入社した。もともとはテレビ局でスポーツに関する仕事に携わることを志望。必ずしもアナウンサーにこだわっていなかったため、学生時代にアナウンス技術を一切学んでいなかったが、アナウンサー志望の知人からの手ほどきを受けながらアナウンサー試験に挑戦したという。ちなみに、 毎日放送の前には、日本テレビとテレビ朝日のアナウンサー試験を受験。日本テレビの試験でカメラテストにまで残ったことから、地元局である毎日放送と朝日放送のアナウンサー試験も受けたところ、スポーツ実況要員として毎日放送に採用された。入社後の研修責任者は、平松邦夫で毎日放送のアナウンサー試験で同席していた石井良二とは、 石井がアナウンサーとして中部日本放送へ入社してからも信仰が深い。もっとも実際にはスポーツアナウンサーとしての活動期間は短く、テレビの情報番組を中心に出演。一時はラジオパーソナリティとしても活動していた。2010年10月からチチンプイプイで毎週木曜日に放送している気候ロケ企画、昔の人は偉かったでは、週1回のロケで、 同年代のクッスンと共に1日 10km 以上の道貞を歩きながら、歴史ポイントの解説、クッスンのフォロー、スタジオでのコーナー進行、ロケ報告などの役割を担っていた。母親は宝塚歌劇団卒業生の加香り。2007年10月13日には、チチンプイプイのディレクターと結婚。いずれも同番組で世界一周への出発の模様を中継した際に、 関西国際空港からの生中継に登場している。2012年5月には、第一子を授かったことを同番組で公表した。また、一時は、大月勇大谷とも後輩アナウンサーの山中誠とらと社内で、フットサル部に所属。長らく、チんぷいぷいで共演していた先輩アナウンサー、西安氏とは、ウクレレ部に所属している。ちなみに、 チチンプイプイなどの番組で共演する機会が多い。山中と同じく番組へ登場する際にはアナウンサーのカーダ田直也ですと紹介することが多い。毎日放送の海外研修で山中がインドへ滞在した2011年1月から3月中旬には山中のレギュラー番組を事実上引き継いでいた。また2010年4月からは MBS ラジオで川田直也桜井和恵のウキウキ土曜リクエストのパーソナリティを担当。西と同じく7年間にわたって桜井の相手役を務めた。その一方でスポーツ担当を離れてからもみんなの甲子園や全国高校ラグビー大会のダイジェスト番組でキャスターを歴任。2012年4月からはチチンプイプイ内の部署である。 チチンプイプイ運動部の副キャプテンに任命されると2013年4月から2014年10月まではカワスポのメインキャスターを務めた。さらに毎日放送が出資した映画明日の城にはボクシングの実況アナウンサー役で出演。ちなみに明日の城の実況シーンでは休日だったにもかかわらず撮影に立ち会っていた香川照之からボクシング2ならではのアドバイスを 直々に受けている。2014年4月以降のチチンプイプイでは昔の人は偉かった絵の出演を続けながら金曜日で主と共にパーソナリティを担当。2016年4月からは金曜日に単独でパーソナリティを務めていた。長期留学を経験していたこともあって英会話が堪能。自身の出演番組では映画宣伝で来日した海外の俳優、女優に 英語でのインタビュアーを務めることが多い。2007年8月に開催された世界陸上大阪大会の開会式では毎日放送が地元局として大会の中継に携わった関係で場内での英語アナウンスを担当した。また顔立ちが似ているとの理由でイビオンホンとのインタビューを数回経験。彼が2009年に生放送中の チチンプイプイのスタジオへ出演した際にはエスコート役を務めた。ロンドンオリンピックやソチオリンピックの期間中には同番組向けの周辺取材リポーターとして開催地に派遣されている。2011年からはチチンプイプイ完全プロデュースの CD シングルの発売日にザ・中島広と賞802ラジオマスターズの17時台前半にゲストで出演。出演パートでは 両番組の間でテレビラジオによるサイマル放送を実施している。このうち2010年10月から参加していた未来の花束のリリースキャンペーンではオリコンウィークリーチャート初登場で10位以内に入らなければ1日だけオシャレパーマ姿でチチンプイプイに出ると公約した。オリコンデイリーチャートでは10位を獲得したことがあったものの11月14日 図形オリコンウィークリーチャートでは14位にとどまったことが判明。公約通りパーマをかける羽目になった。2017年には、チチンプイプイのレギュラー出演者から、山中、松川博子、大吉洋平、豊崎ゆりえとともに、3月12日開催の第5回、淀川博氷評マラソンの 42.195km 駅伝へ出場することを計画。 実際には大会当日にロケ取材へ出ることが急遽決まったため、広瀬俊が自身に代わって出場した。翌2018年5月29日には、かつて総合司会を務めた吉本陸上競技会に大会史上初めてチチンプイプイチームの選手として参加。6区間で構成された 10km 駅伝でアンカーを任されたほか、100m 走で 塚原直樹などと対戦した。2019年には4月開編からチチンプイプイで水木曜日の MC も担当。また毎日放送が主催するサントリー1万人の第9のアンバサダーや司会を任されている。2020年には4月開編からチチンプイプイの MC 担当日を木金曜日へ戻す一方で3月16日から YouTube 上に開設している毎日、放送アナウンサー室公式チャンネルの管理人として配信専用動画の企画、編集業務を担っている。チチンプイプイは2021年3月12日放送分で21年半の歴史に幕を下ろしたが、同月29日からは平日の15時40分19時に放送される4 c h a t v で前曜日のパーソナリティとして、 再スタートを切った。毎日放送では、チチンプイプイの終了を機に、同番組の放送枠の大半を、ゴゴスマの同時ネットに当てたことから、毎日放送のみで流れる、ゴゴスマの告知映像には、川田と石井が揃って登場。就職活動中に撮影された集合写真も使われている。その一方で、新日本放送時代の1959年3月1日から、 テレビ放送事業とラジオ放送事業を兼営してきた毎日放送は2021年4月1日付でラジオ放送事業を株式会社 MBS ラジオへ移管毎日放送は移管を機にテレビ単営局へ移行したが川田はアナウンス職のまま同社の総合編成局へ在籍する一方で株式会社 MBS ラジオが制作放送する番組にも MBS アナウンサーとして出演している。毎日放送では、テレビ単営局への移行を機に、テレビ放送のコールサインを、ジャー DTV からジョイ DTV に変更したため、変更時刻の前後に、来 i 4チャンネルを特別に放送。川田は、4チャン TV の PR を兼ねて、同番組のスタジオセットで収録された映像を、通じて、コールサインの変更を、来 4ちゃんと共に伝えた。4ちゃん TV には、第1回から2021年6月10日、放送分まで毎日出演していたが、翌11日の午前中に高熱が出たことから、PCR 検査を受けたところ、新型コロナウイルスへ感染していることが、同番組の本番前に判明。11日から2回の PCR 検査で陰性が確認されるまでは、他の番組を含めて、 出演を見合わせていた。7月5日から、4チャン t v に復帰。復帰に際しては、感染の影響で肺炎を発症したほか、全身の倦怠感が続いたことを明かしている。2011年7月11日の、チチンプイプイで、60日間世界一周の旅の第2弾として、川田直也の60日間ほぼ世界一周昔の、人は偉かった、ザワールドを実施することを発表。 同年7月25日に、関西空港からハワイに向けて出発した。その後は、ペルー、エクアドル、ブラジル、イギリス、アイスランド、フランス、マダガスカル、エチオピア、エジプト、ブルガリア、ルーマニア、スペイン、ネパール、ベトナム、中華人民共和国、ラオス、オーストラリアの各国を渡りながら、滞在先から、同番組や、河田直也桜井和江のウキウキ土曜、リクエスト向けにリポート。 同年9月23日に帰範した。渡航先では、チチンプイプイ総合司会の隅純一屋西から、放送で突然伝えられるテーマに沿って、得意の英語や現地の言葉を交えながら、VTR 取材や生中継リポートを担当していた。川田の帰範当日には、終分の日と重なったにもかかわらず、祝日に休むことが多い同番組を特別に編成。 企犯の模様を中継したほか、同番組スタジオへの帰還の模様を放送した。なお、2011年11月2日には、世界一周の模様を収めた、ムック、川田直也の60日間ほぼ世界一周をピアから観光した。ちなみに角は、水彩画初心者の川田に対して、行く先々の風景を、滞在先一箇所につき一枚の水彩画で描くことを要望。川田も、 出発前に、増山治から指導を受けた上で、世界一周の期間中に水彩画を描き続けた。渡航当初は、空を広く描く割に、滞在先の特色をほとんど反映していないほど、平坦な画風のため、同番組出演者からの評判は往々にして、かんばしくなかった。しかし、名古屋安文や女子美術大学を卒業した、当時の後輩アナウンサー、 吉武氏から描き方のアドバイスを受けたこともあって、描き続けるうちに、同番組の出演者からの評価が変化した。世界一周期半前日の、チチンプイプイでは、平成23年台風第12号の被災自治体、関係機関へ収益を寄付することを目的に、川田が旅先で描いた絵から5作品をあしらった、世界の水彩画 T シャツを、中野島公園に置いて1枚1000円で販売する。 ことを視聴者に告知。期範の当日に販売したところ、チチンプイプイの放送中に完売した。英語が堪能で、スポーツアナウンサーとしての経験もあることから、ロンドンそっち領オリンピックの期間中には、毎日放送代表の取材リポーター、花の応援マンとして会場に派遣。応援団風の学生服姿で、日本代表への応援企画を展開する傍ら、 チチンプイプイを中心とするテレビラジオ番組向けに会場の周辺を取材していた。毎日放送には国際的なスポーツ競技大会において会場内部の取材席やプレスルームなどでの取材許可証を与えられていないことが多い。このため川田が取材できる範囲は許可証の対象から外れた周辺や会場のある地域に限られていた。 しかしカーダは取材で派遣されるたびに一般客の立場で注目競技の入場券を確保。会場で競技の模様を独自に撮影、収録しないことを条件に一般客の一人として競技を観戦した上で観戦後に会場の外からリポートを送っていた。ソチオリンピックのフィギュアスケート 男子シングル種目では、ショートプログラムを会場の上段席で見届けたにもかかわらず、翌日開催のフリープログラムでチケットの入手に失敗。結果として、羽生結弦るの金メダル獲得の瞬間を見逃してしまった。ただし、会場で観戦できない競技でも、パブリックビューイングなどで観戦した模様をリポートで伝えることがあった。また、競技取材の合間には、 会場のある街ならではの施設、サービス、風景、家庭、風習などを幅広く取材。さらに、取材先では、日本代表の選手や関係者に、たびたび遭遇している。チチンプイプイなどの番組では、このような独自取材をもとに、取材許可証を有する NHK や、在京民放局とは、趣の異なる内容のリポートを、連日放送。 ソチオリンピックの期間中には、チチンプイプイ向けの街頭取材中に、同オリンピック組織委員会のスタッフから逆取材を受けた。さらに、日本代表への応援企画では、寄せ書き用の白い布とオリジナルのピンバッジを持参。会場近辺に住む日本人や会場で出会った観客に呼びかけた上で、白い布に日本代表への応援メッセージを書かせていた。また、 会場や取材で出会った一般人にピンバッジを申請したり、手持ちのピンバッジを交換したりしていた。なお、2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、チチンプイプイのレギュラー人から山中、広田遥、香、東山進氏を花の応援万員リオとして周辺取材へ派遣。同番組金曜日の総合司会などを務める川田から上記の衣装や企画を引き継いでいた。 以下の番組には、チチンプイプイの、昔の人は偉かったノロケで、岡山、広島両県を暗夜中の2013年1月以降に、くっすんと共に飛び入りで出演。ありがとうございます。